BTS が所属する韓国の大手芸能事務所、HYB 初のガールズグループ、エルイス・セラフィム・ル・セラフィムが2日、デビューミニアルバム、フィアレスのメディア向け初ケースを開催。メディアとの質疑応答では、メンバー6人の結束を見せつけた。日本メディアからチームワークの秘訣を聞かれると、カズハ・カズハ18は、リーダーのチェオン、キム・チャエワンさんがチームをとてもよく導いてくれて、 大変なことがあるときは、最年長の桜、桜宮脇桜さんにたくさん話をして、助けてもらっていますと感謝。最年少の本韵チェ本雲チェ十五も、私たちは多様な背景を持ったメンバーが集まっている。チームワークのために特別な努力はしていないが、一日中練習をして会話もたくさんしているので、お互いのことをよく理解するようになりますし、自然とチームワークもよくなっていると思いますと答えた。 デビューアルバムの曲や歌詞には、メンバーが歩んできた過去が込められていることについて質問されると、リーダーのキム・チャイワン、キム・チェオン21位は、私とサクラさんは再デビューをします。あとは HYBE で初めてデビューするガールズグループなので、多くの関心を持たれている。そのために、少し他の人々の視線から自由ではない部分があると思います。過去にはとらわれずに、 世の中の視線に揺らぐことなく前に進んでいこうという内容を、制作チームと話し合いを重ねてこのアルバムに溶かし込みましたと説明。その上で、エルイース・セラフィムとして、新しい姿を見せたいという意気込みも入っているとした。また、リーダーのキム・チャイワンとサクラは共にアイズ・ワンとして活動したこともあり、韓国メディアからは一緒に再デビューすることになった感想を求められた。サクラは、 私はチェオンさんと一緒にデビューすることになって本当に嬉しいです。そして、新しいメンバーともかっこいい姿をお見せしたいと話せば、キム・チャイワンも、サクラさんが一緒に加わると聞いて、とても頼りになると思いましたと信頼感をにじませた。エルイセラヒムは6人で構成され、BTS をはじめグローバルスターを多数輩出している HYB と参加レーベルのソスミシックが手がける初のガールズグループ。 グループ名は記号 IMFearless 記号をアナグラム方式で付けられており、記号世の中の視線に動揺することなく前に進む記号という自己革新と強い意志を含んでいる。デビューアルバムのタイトル曲、Fearless は、パンクベースのオルタナティブポップジャンルの曲で、グループの力強い姿を表現。同アルバムは、HYBE が誇るワールドクラス級の制作陣が総動員し、 BTS を世界的なアーティストに育て上げたパンシヒョク議長がデビューアルバムを総括プロデュース。BTS のビジュアル担当のキム・ソン・ヒョンクリエイティブディレクターがすべてのビジュアルコンテンツを企画。アルバムの先行予約数は先月29日時点で38万枚を超えるなど大きな注目を集めている。